はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。ロストヒーローズ前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえず RX が仲間になったんで RX を入れましょう。パーティー編成だな。そうするとちょっと装備だけは先に外しとかないといけないんで、全員分を外そう。1回、これで、いやでもダブルはな、そのまま継続だな。ダブルはちょっとね、入れとかないとマジきついんで、そうすると3人替えだから、まずウルトラマンってまだ2人しかいないんだ。ウルトラマンメビウスだな。じゃあで、ガンダム、ニューガンダム出すか、たまには。久々だな。で、仮面ライダーブラック RX、 もう1人はどうするかだな。とライダーしかいねえや。そうだ、ダブル置いてないといけないんだ。 OK。 で、ここからスキルツリーで RX、 とりあえず覚えさせられるものは覚えさせていきたいけど、サブクエか2つとも。これでこれでほいほいほいと、もうめっちゃ適当だけど。 4AP がないもん。で、装備としては、まあメビウスはこれだな。で、ニューガンダムはリフレクタービット。 RX は、RX はなんかもうちょっといいのがあると思うな。アイテムラボから引っ張り出してくるか。武器、物理攻撃力が上がるやつがいい。これだな。で、 RX はこれを装備させて、あとホースをどうするかだな。ステータス、ステータス、素早さ73、71、82。メビウスにあれを装備させるか。いや待てよ、メビウスはまあやっぱりセラビーとヒーローゲージを増やすやつとアンクもつけとこう。もう完全にあれだな、補助系だな。塗装確率アップ、クリティカル率上昇、いいね。これつけとこう。こんなもんかな。で、ニューガンダムは、ニューガンダムにヒールレインをつけるか。あとは斬撃1回無効、ヒーローゲージアップ、もうつけられねえ。で、RX、 RX はどうしようかな。キュアでもつけとくか。キュアとクリティカルパワー、クリティカルパワーとクリティカル一緒につけた方が良さそうだな。メビウスにしよう。メビウスな、もうフォースキャパシティがないからな。まあいっか。そもそもニューガンダム、あ、ヒーロー技あるよな、ガンダムコンボ。AP がだいぶ溜まってんな。ディフェンスブロー、シールド、これはダミーバルーン、味方全体の回避率上昇、いいね。あとはヒーロー技を上げてヒーローゲージアップ、ほい、上げらんない、2しかないか。メビウスもそうすると結構あるな。もうとりあえず覚えられるものを覚えていく。 OK、じゃあこれで進んでいくか。どこへ進んでいけばいいんだっけ。ここか、ライドダンジョンか。中継地点1、なんかドリルとかついたの、ところで。あ、ドリルついてる、ドリル、ウィーン、あれ押しっぱなしにしないといけないの。どういうこと、お、こうやっていくのね。お、すっごい、なに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 、発見されたか、こいつ。うおー、なんだこいつは、ギガンテスなんちゃらみたいな攻撃だな。チャージチャージチャージのこいつで発射、針を突き刺してきた。
いてー、結構食らう。ひるんだ。よしよしよし。チャージチャージチャージで発射。この戦いなんかめんどくせえな。確かに撃破すげえな。こんなものがうろついているのか。あとドリルがどれくらい強いかか。またいたな、今ギガンテスなんちゃらみたいなのが。このドリルで突き刺すってわけにはいかないか。攻撃ドリルは25使うのか。エネルギー敵の強化を消滅する。ちょっとドリル使ってみよう。でチャージチャージで発射。おお1600か。痛い痛い。あれこれって切るんだ。よしよしよし。ドリルじゃなくてチャージチャージチャージ発射。このパターンでいいでしょう。 OK。 これでも経験値入るからな普通に。お、ギガンテスヘブンもあるんだやっぱり。てかエネルギーどうやって回復するのこれ。ほらほら、あ、これで走行が回復していくわ。何あれ、調べる。お、シールド強化剤いいね。ってことはこれあれだな、あんまり壊しすぎるのも良くないな。多分通常の敵は出てこないから。ドリルは最低限。おー見つかったー。何こいつしか出てこないな、ここのマップは。そういうもんなのかな。手法4チャージするとどんくらい強いんだ。で結構食らうかな。9400で手法発射。チャージチャージチャージ。うおー、ギリギリで倒せないって。なんだそりゃ。もう発射していいでしょう。チャージチャージチャージ。なんか味気ない戦いだなこれ。しなやかな尻尾で。これで壁を壊してなぜか装甲が回復すると。お、なんと見つかった。あっちに反応がある。こいつか。ギガンテスヘブン。チャージでな倒せればないいんだけど、ギリギリ倒せねえかんな。いってめっちゃ減る。発射。チャージチャージ発射。これで大丈夫でしょう。いけ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 、やばいやばいやばい。おい、やっべ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 。これはちょっと壁を壊さないとまずい。おお、おい、おい、やばい、これやばい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 。ちょっと逃げろ。あれ絶対倒す、壊せないよねやっぱり。危険だ、このヒットポイントはマジ危険だ。うおー、いるードリルでヒットポイントを回復しろ。確かにこのダンジョンめんどくせえな。あ、見つかった。とりあえず逃げよう。でも自分が一歩進むと相手も一歩しか進めないからそれはいいな。追っかけてきてんなマジで。こいつまだ見つかってないよね。なんだなんだ、ガチョンガチョンって鳴ってんぞ。攻撃されてるってそういうわけじゃん。なんだなんだ。背後に近づかれてるか。まあでもこのままいけば永遠に追いつかれない。あ、やべやべやべ、しまった。これは速攻で蹴りをつけたいけどな。エネルギーそのものは
低確率でひるませることがあります。チャージ発射、チャージ発射、チャージ発射でいこう。よし、ひるんだ。オッケーオッケーオッケー、いいね。低確率って言っても結構高確率でひるむな。チャージ発射、チャージ発射、ああマスターチャージしちゃった、間違えた。よしよしよし、チャージ発射、チャージ発射。これゼロでも発射できるんだっけ。あーしまった、痛い。あんまり経験値ねえな。見つかってる、めっちゃ近づいてきてんな。とりあえずこっち側からいくか。これ破壊できる？お、諦めたか。宝箱発見。装甲有感弾よくわからん。防御力を減らせられるのかな。なんかある程度はでもこれ一歩ずつじゃなくてマップが、なんかいるよ。今度は変なやつが見つかった。ごつすぎるだろこれ。なんだこいつは。ギガンテスヘル、手法チャージ、チャージ、チャージ発射。よし、これでひるませることができれば相手の攻撃は遅い。うおー、ひるんだ。チャージ、よし、このパターンでいこう。3チャージしても全然減らねえな。ひるめ、よし、強いぞこいつはマジで。てかめんどくせえもしかしこれ俺場違いか。そんなことないよな。一発でどんくらい変だろ。一回もまだ攻撃食らってねえかんな。あれ様子を見ている。ひるまなかったか今。どんだけかかるんだよこいつ倒すのに。うおー、いけー、マジかよこれここで発射して回復しよう。装甲修理565とか弱え。よしよしよし、ドリルはどうなの。ドリルは弾幕、弾幕めっちゃ使うな。チャージ、チャージ、間違えた、チャージ。これは記憶になってるからあれだな、めんどくせえな。うおー強い、2600。ちょっとこれはもう、うわわわわわわわ、うおー、いってー、やられる。こんなやつらがうろついているとは。ひるませろ。よしよし、チャージ、チャージで回復させて発射して倒せるでしょう。さらばだ、ギガンテステル。いや強いやこいつ、めっちゃ爆発すんな。280かよ、割に合わねえなこれ。あいつはちょっと無視する方向で行こう。なんかアイテムねえかなー。見つかった、ギガンテスヘルに。こっちもいるじゃん、なんだよこれ。一回逃げよっかな。追っかけてきて、追っかけてきてる。マジで追っかけてきてるよこいつら。逃がす気はない。引っかかれ。おー、どこまで追いかけてくるんだ。帰ろうかな、リターンちょっとこれきつくねえか。もう一回ライドダンジョンに行く。整備、なんかないかな。シールド強化剤が持ち込まれたことによりシールドを強化することができるようになりました。よしよしよし、どれ、シールドってこれか。おお、2000円。あともう一個あるか。
もう一個手に入れた、手に入れなかったっけ、なんか。あ、これだ。敵の防御力が下がる。よし、これ入れよう。で、またライトダンジョン。ライトダンジョンめんどくせえな。確かにこれはめんどくさい。うわ、なんかアイテムをとりあえず探そう。見つかった。ギガンテスなんたらだ。ライトダンジョンはあんまり戦いたくないな。手法チャージチャージ。でもこれってさ、いけー、自分のレベルが上がっても戦艦強くなんないよね。これもう一段階早く戦闘を行いたい。ちょっと遅い気がする。こっちのがなんかアイテムを持ってるわけでもないし。うん、こっちはいけねえのか。封印の地だな。ドリルでは歯が立たん。ちょっと一文と回復させよう。おら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 。あのアイテムは取ったから、あそこにも敵がいる。ちょっと見つからないようにこっそりと端の方から。敵の配置は一緒なのかな。でこっちはいけないっしょ。あ、アイテムだ。よしよし、これアイテム絶対取った方がいい。取り持ち、取り持ちガンか。でここだよ、ここ。こっちからあの超ごっつい牛みたいなやつが出てくるから、ここからだ。見つかった。もう絶対これ見つかる。こいつを倒して、あそこにある無視しよう。こいつはなぁ、めんどくせえなぁ。撤退すると敵消えんのかなぁ。敵を、敵の防御力を下げます。これを使おう。で、チャージ、チャージ、発射。よしよし、頼むぞ。これでいくつ当たるかだ。なんかあんま下がった気がしねえな。様子を見てきた。チャージ、チャージ、チャージ、発射。1400か。確かに増えてる気がする。おおくおいてーてー。これはもうドリルを使うしかない。ドリル、ドリル、こいつもドリル。こいつは回復、エネルギーがないんだけど。頼む、倒してくれドリル強い。エネルギーがないけど、エネルギーってどうやって回復するんだっけ。なんかわかんねえな、これな。見つかってるよ完全に。一旦ここに行こう。よし、撤退。おお、あれ、まだ外壁なの。マジですか。まだこれは続くんだ、ライドダンジョンは。そうか、ちょっとこっちの中身も見たいからな。こっちの奥の方、なんか、なんか、お、宝箱。やっぱりな。強化隔壁。よし、危ない危ない。こっちの左下もな、見たいな。なんもねえかな。まあでもドリルを使えばこいつはすぐ倒せるからな。なんでまずは敵の防御力を下げて、でチャージして、チャージして発射と。最初はこれでいいな。でダメージを与えるとなんかしないけど、エネルギーが回復すると。うわー、いてー。何何何かが壊れた。銃座が壊れたマジか。不況 V銃座。めんどくせえシステムだなこれ。チャージチャージで発射。頼む、ひるんでくれ。
昼目昼目、よし、いるんだ。あとはドリル戦法だな。ドリル、んー、ドリルチャージチャージ発射にしよう。エネルギー効率もよく、これでエネルギーが溜まるっしょ。 OKOKOK、 よし、そしてひるんだ。結構めんどくせえな。ドリルチャージチャージ発射と。おお、ドリルが強いな。ドリルのエネルギーと相談しつつうまくやっていく感じだな。で、自分たちが強くなることによってなんかいいことはないのかな。これ絶対破壊できないし。ってことはダメか。やっぱりこっちか。お、これ回復するな。ワープすると。ちょっと一旦セーブしとこう。メンバー関係ねえな。ブラックアフェクスとかマジ何にもやってねえし、まだ。マップの広がり方はただ結構でかく広がるからそれは楽だな。アイテムの取りこぼしだけはちょっと避けたいな、これ。うわー、あいつかよ、まためっちゃいるよ。帰ろう。こいつらめんどくさいんだもん。美味しくない。経験値も少ないし。さっきのなんか手に入れたからな。どれだ、これか。取り持ち、敵の速度を低下。いらねえな。各装置が壊れにくくなります。いいね、これつけとこう。で、ライドダンジョンの中継地点に。こっち側を見てみましょう。左側通じるだけか、これ。あ、まあそうだな。おー、見つかった。いっぱいいる。なんなんだよこれ。連戦になるぞこれ。撤退できねえのかな。ドリル手法チャージチャージ発射。これで、あ、しまった、最初のあれをやってなかった。ヒルメ、うわー、いってー、食らいすぎだろこれ。ドリルチャージチャージ発射。ヒルメ、よし、いるんだ。ドリル、ドリルドリルでいこう。回復チャージ C ね。よしよしよし、エネルギーがだいぶ減ったけど、これでエネルギー回復しないかな。倒して、280か。微妙な経験値だな。もう絶対無理これ。お、やった、見逃してくれた。回復しよう。もう絶対追いつかれない。あれ、一周しただけか。どんだけ追ってくるんだあいつは。またかよ、マジか。これはちょっと一周しつつ逃げるしかない。いい加減諦めろよこいつら。諦めていった一人。回り込まれてるか、大丈夫か。大丈夫だ。危ねえ危ねえ。こっちでいいのかな。お、諦めていった。またかよ。おお、近くにいる。うわ、またいる。お、諦めていった。もうここでは戦う。うわー、なんだ今度別のやつっぽいぞ。これはなんだ、エンプラスかよ。あー、やっぱ強化核壁とかってこれってやらないといけないんだよな。ドリルチャージチャージ発射。1051か。うおー、いてーぜ。ひるめ、こいつらあれだな、手法に弱いな。チャージチャージチャージ発射。これで結構いくんじゃねえか。
って働いてた。うおー、手法が壊れたとか言ってマジ終わってんだけど。超弱え。補強補強 V 手法チャージチャージ発射。よーし、え、これ大丈夫。うわー、もうないんだけど装甲が。頼む、死んでくれこれで。よし、もうヒットポイントがない。ライドマシン弱すぎだろう。あれ壊せるんだっけ。壊せねえし。いや、またいるよ。ちょ、これを壊しつつヒットポイントを回復して、こっちの機体ただあれがいるんだよな。いや、マジ積んだろこれ。攻撃一回耐えられるかどうかだぞこれ。手法をとりあえず4チャージしよう。そうすると、あ、速攻修理しよう。えだやばいやばい、これしか回復しねえのかよ。発射で、補強のチャージ。おい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 、1072 1050、マイナスだ。でもこれ倒せんじゃね、発射すれば。よーし、こういう演出はいいんだけど。で、200しか持ってないわけだろ。もう勘弁してよ、ここ。早く普通のマップに戻りたいんだけど。アジトキューブの、うわ、見つかった。どこだ？ここか。ちょっと待って。うわ、平行して歩いてるよ。負けない。こっち行くとなー、あの牛がいるしなー。お前いた。帰ってった、帰ってった。元に戻る感じだな。ちょっとこっちの方から。さりげなく。おお、こっちはいけない。見つかったー。いや、だからこのペースでいけば大丈夫なはずだ。うお、まだいるのかよ。なんだあいつは。え、行き止まりかよ、結局こっち。あ、宝箱、宝箱攻めて通る。2000円かよ。うん、勝負だ。これはマジめんどくさいな。手法チャージ、フォーチャージ、チャージ、チャージだな、もう。一回チャージ溜まるだけで全然攻撃力が違うから。で、発射。で、こいつはちょっと補強しよう。で、チャージ、発射。これでどうだ？うわ、いけーぜ。急げ。装甲が、装甲がだいぶやばい。え、こっちそれだけ？え、こいつもしや倒さないといけないんじゃん。これどうやって回復すんだ？この外壁じゃなくてドリルで壊してヒットポイントを回復するしかない。いくつ回復するこれ。100かよ。走行値がないけど、まあいっか。いざ。おお、キングジョーみたいだな。キングジョーだし。どうしよう。まずは自由座。いや、どうしようどうしようどうしよう。防御力を下げよう。でこっち多分あれだな、ドリルだな。いや、待てよ、弾幕しよう。機銃で攻撃しエネルギー吸収率を高めます。いやー、待てよ待てよ。修理しとこう一回。でチャージして発射。オッケー。大きな頭で頭突きをしてきた。きって、超強い。それはねえだろう。
ひどすぎだろそれ。補強しないと。でチャージして、チャージして発射。えらい。ドリル、チャージ、チャージ、発射。いでー、やべ、次食らったら死ぬ。補強して、25も使うんだもんな、補強。1050。マジか、力止めてきたよ。いやー、これ超危険だ。よし、ひるんだ。やったやったやった。防御力が元に戻ったか。でも今ひるんでるからめっちゃチャージしてエネルギーを一気に回復させよう。これでこれひるんでるよね。よしよしよし、くらえー、ひるめ、ひるまない。防御力を下げて修理してチャージして発射。いけけけけけ、1600かよ。ひるめ、よし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 。ちょっと補強しよう。で3回チャージして発射。ひるまないか。銃座のこの走者エネルギー吸収率を高めます。これ使ってみよう。でチャージしてチャージして発射。うおー、力を貯めてきたー。よし、ひるんだ。で今ひるんでるからチャージして、もうめんどくせえ、超めんどくさいこれ。くらえー、キングジョー。お前はバラバラに砕け散れ。そのままペタンって倒れてったな。おお、これで400か。マジで割に合わねえなこれ。もうなんもないか。ようやく来たよ、アジトキューブ。とりあえずセーブをさせてくれ、セーブを。よし、セーブしますか。はい、 OK。 じゃあちょっと戻るか。はい、というところでライドダンジョンからアジトキューブに、到達したところですね。確かにこのライドダンジョンはめんどくさい。今回ボーナスエディションの方なんで、かなりライドダンジョンの難易度も調整されてるみたいなんですけど、これで調整されてるのかよっていう感じですね。じゃあ次回はアジトキューブからやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。